ボビー・コールドウェルはアメリカのミュージシャン。1970年代から1980年代にかけて流行した AOR サウンドを代表するシンガーの一人。ニューヨーク・マンハッタン生まれ。1978年のシングル、風のシルエットがヒットし、当時流行していた AOR の新聖として脚光を浴びる。洗練された音の世界を持ちつつも、 多くの初期 AOR シンガーのように、ボーカルスタイルは、R、R&B 色が濃く、Blue Eyed Soul の歌手として分類されることもある。また作曲家として、ボズ・スキャックスに、ハートオブマイン、元シカゴのピーター・セテラに、NEXT TIME、ステイ a y w i などのヒット曲を提供している。1980年に、彼が所属していた TK レコードが倒産し、本国では、 プロモーション活動がままならなかった影響が、1980年代以降はアメリカでは振るわずも、日本では非常に人気が高く、AOR 界ではクリストファークロスやボズスキャックスと並び立つ存在。1990年代にオンエアされたニューヨークの夜景をバックに、Stay with me, Heart of Mine, Come to me が流れるパーラメントの CM は、 彼のイメージを象徴するものである。2015年にはシカゴのサタデーイン・ザ・パークをカバーしている。2004年メアリーと再婚。なお元キャプテン・ビヨンドのドラマーに同性同名のミュージシャンがいるが別人である。コールド・ウェルのバックミュージシャンとして活躍したサックスプレイヤー。ありがとうございます。